埼玉の逆襲。さあ始まりました、埼玉の逆襲。どうもこんばんに、 MC の海老朗希です。よろしくお願いします。そしてどうも、たまやんです。はい、よろしく。さあ、レベルさん、これが放送される頃は9月ということで。ちょっと早いね、もう9月も。早い。やっぱ9月とか10月っていうのはですね、体育祭とか文化祭とか、ね、結構学校行事も多い時期ですが、レベルさん、学生の時は、こういう学校行事の時ってどういう役回りだったんですか？2年かな、はい、2年の時に文化祭がね、学校であって、なんかそのなんていうの、文化祭のうちのクラスはこういうことやりますみたいなポスターみたいなのが校内になんかね、みんなが貼ってて、でそれを貼ってる1年生がいて、なんか上の方に貼りたいけど届かないみたいな時にね、あ、じゃあ貸してっつって貼ったけどね。そしたらもう大木先輩のことそれで好きになりましたって1年生がいたんですよ。たまや、俺もそういう時期があった。俺もあの優しさに惚れましたっていう風に1年生に告白された。たまや、すごいでしょ俺意外と青春してんのよ、そういう。なるほど、皆さん、良き思い出ですね。良き思い出ですよ、僕は。一番モテた頃かもしれない、俺は。あ、本当に。結構あのはしゃいで、割とバーってこう中心的人物で参加するタイプでした。あ、中3の時あれはやったね、なんだっけ、修学旅行実行委員みたいな、はいはい、やりましたよ。どこ行ったんですか？あれ中3の時どこ行った、京都かな。あ、なるほど。で春日部からみんなで一回東京駅行って、はい、東京駅で出発式みたいにやったんだけど、はい、そこでちゃんと修学旅行実行委員の大木くんからご挨拶がありますやりましたから私そういうのはちゃんとやりましたよ、意外と。さあ今回はですね、はい、埼玉のスポーツをちょっと取り上げた企画をやりたいということで、はい、前回あのプロのドローンレーサーの男の子がね、上関風雅君というのが出てくれました、はい、で今回その第2弾ということで、今回はですね、中学生ながらとある競技でプロとして活躍をするある少年に出演していただきましたので、まずは VTR をご覧ください。埼玉の未来を変えるスーパー埼玉キッズを探したっけ。今回スーパー埼玉キッズを探してやってきたのは所沢市岩岡町。ここにいたのが。あれ、スーパー埼玉キッズの箕輪さんですか？はい、そうです、箕輪ひろやです。現在中学1年生、箕輪ひろやくん。ここで問題。彼は一体何のスーパー埼玉キッズでしょうか？ビビルさん、5秒以内でお答えください。なんだろう、 e スポーツとか。え、車があるな。正解は車のレーサーなの。そうなんです。わずか12歳で大排気量エンジンを搭載するドリフトカーを自由自在に操るプロドリフトドライバーなんです。きっかけは、両親が2人ともドリフトのドライバーをしていたので、僕も面白そうだなと思って最初始めてみた感じ。そう、彼の両親は2人とも現役バリバリのドリフトドライバー。そんな2人の影響で7歳から運転を覚え始めたというひろやくん。マニュアルに乗り始めたのが2020年の8月ぐらいにマニュアルに乗り始めました。本格的なドリフトカーの運転を始めてまだ2年。しかし両親から受け継いだ才能と日々の練習の成果で数々の大会で好成績を残すまでに。昨年横浜タイヤがモータースポーツを盛り上げるきっかけとして若年層を応援したいとスポンサーに。小学生をサポートするというのは前代未聞で、業界の注目度は一気に加速。中学校へ進学した今年、国内最高峰のクラスフォーミュラドリフトジャパンへ参戦。まさにドリフト界で注目の超新星なんです。そ
んな天才ドライバーを一番近くで見守る両親から見たひろやくんのすごいところは、まずやっぱこうシミュレーターで毎日のように走ってるんで、どんなコースに行っても基本的にその本当 1,2 周である程度まとめられるっていう力はすごい彼の特技っていうか長所だと思います。ドリフトの捉え方とかが良かったりとか、あ、こうなんだねってすぐ分かったりとか、やっぱりそういうのは子供の方がやっぱ早いのかなと思ってます。ではでは、ひろやくんのすごいところ見せてもらいましょう。今回見せてもらうのはいわゆる車庫入れ。ドリフトをしながら車1台分のスペースにピタリと止められるか挑戦してもらいます。果たして若き天才ドライバーの腕前はいかに。これが世界が注目するスーパーサイタマキッズの実力です。はたから見ると12歳が操っているとは思えないですよね。ひろやくんにドリフトの魅力を聞いてみました。やっぱり白煙、晴れの日とかだと白煙が出て、やっぱりそのものすごい角度とかでやっぱ走るとお客さんがまあ湧いてくれるんで、まあ、そういう時はやっぱ自分も楽しい気持ちですし、お客さん的にも楽しくなれるんで、そういう時が一番気持ちよかったり楽しかったりする瞬間ですかね。中学生ながらすでに見ているお客さんのことまで考えている天性のドリフトドライバーひろやくん。自称プロドライバーとして大村ドリフトジャパンに参戦し、ドリフト界期待の星となったひろやくんが見据える未来とは。一番の目標は今日アメリカに行って、アメリカの大村ドリフトという大会に参戦して、でアメリカで戦っている上位選手とかといい追走ができるようなドライバーになることが目標ですね。最後にこんな質問。埼玉のいいところは。埼玉県にはうち の父さんの工場のすぐ隣にも斉藤大吾選手っていう、もう本当世界で戦ってる選手とか、本当ドリフトやってるって、もう T1 グランプリとかに出てる選手もたくさんいるんで、やっぱそういう意味でやっぱドリフトが強いんで、埼玉県いいところだなって思いますね。ドリフトのプロってあんま聞いたことなかったから、プロってことはもうそこでちゃんとこうサラリーも発生してるってこと？そうですね。箕輪君は。で、まあ、スポンサーも実際ついてるということですし。すごい人いるね。すごい。まあ、ご両親がまあそもそもプロレーサーっていうのはね、子供また恵まれた環境ですけど。そうですね。まあ、きっとちっちゃい時からそういう環境の中でね、やっぱりこう自分でいろいろこう磨いていったんでしょうね。いやすごいね、なんか、なんていうの、クラスメートとは絶対違う特技だからいいよね、これは。ですよね。絶対違うもんね、みんなと。プロのドリフトドライバーとすれば最年少ということなので、はい、まあ、唯一無二の存在ですよね、今。いや、だから世界から見ても面白いんじゃないの。小学生からもうプロでやってますってね。はい。すごい。じゃあどうなっていっちゃうの、彼は。これから多分いろんなレースに参戦していってね、やっぱりこう名前を上げていってもらうと。もうじゃあ本当にプロレーサーとして、あとは実績を積むという、そうです、ことの
入っていくわけね、人生が。そうです、そうです。ビビルさんがこの早いタイミングでうちに出てもらってることでですね、彼が有名になってくれればですよ、最初に出たのは埼玉の役所ですって言ってくれるんだと思うわけですよ。言ってくれるかな、美濃和くん。もう美濃和くんの世代なんてもうテレビ見てないでしょ今。知ってるかな、この番組のこと。ビビルさん多分YouTube があるんで大丈夫かなと思います。大丈夫かな。そうね、だから美濃和くんの名前入れとこうね、タイトルにね。そうですね、この人たちは検索本人ができるように。すごいわこれは、羨ましい。特技があんなのがもう小さい時からあるから。いや、おっしゃる通りですよね。羨ましい。しっかりこれからもね、ちょっと活躍を番組でも見守っていきたいと思います。